はい、皆さんこんにちは、ダイレクト川澄水野です。今回はリトリートシリーズのリトリートアニバーサリー2という車両をご紹介していきます。ダイレクトカーズではリトリートシリーズというですね、内装を木であしらったとてもおしゃれなハイエースがあるんですが、今回はよくイベントに出展するリトリートアニバーサリー2のご紹介をしていきたいと思います。ダイレクトカーズ、はい、まずは外装から見ていきましょう。まずは何といってもフェイスチェンジですね。革命のライトに変わっております。比較対象としてトヨタのアースカラーの、ハイエースと並べてみるとこんな感じになっております。やっぱりフェイスチェンジのいいところは自分の特別感が出るってところですね。愛着が湧いてくると思います。オリジナルの、ハイエースになるんではないでしょうか。そして色もですね、実は純正色と違ってオールペイントしております。なのでこちらも自分好みの色を変更することができるので、フェイスチェンジと合わせてオリジナル感が出るかなと思います。はい、外装こんな感じです。では内装の方を見ていきましょう。はい、内装はこのような形になっております。リトリートシリーズならではのリアルウッドが前面に敷き詰められております。とてもおしゃれな内装になっております。今はこちらベッドモードですねになっているんですけど、走行中は横座りの、シートとしても、変更することもできます。はい、そしてリトリートシリーズのもう一個の特徴はこちらですね、アウトドアのキッチンカウンター、こちら中でこんな形でシンクも使えますし、じゃあ外引っ張り出すと外でもシンクが使えるようになっております。そして、ここでは調理場ですね、ここで野菜切ったりとか調理することもできます。はい、リトリートアニバーサリー2はですね、こちらクールスター DC クーラーが標準装備となっております。ですので、ワンちゃんとかペットを連れて一緒に旅行したい方も、エンジンを切っていてもクーラーが使えるのでとてもおすすめになっております。では後ろに回ってみましょう。はい、後ろから見るとこんな形ですね。はい、でもう一個こちらですね。まずマットを取るとこんな感じで、引き出しの上にマットが乗っている状態なので、引き出してベッド展開する形になっております。なので物を入れながらベッドにできるっていうところですね。収納も意外と多いのがリトリートアニバーサリーの特徴です。そしてこちらは冷蔵庫ですね。40リットル入ります。こちらも標準装備ですね。はい、ポータブルとは違って大容量ですので、長旅でも十分重宝する量ではないでしょうか。でその他にはですね、スポットライト6発だったり、あとフローリング施工ですね、濡れてもすぐ拭き取れる、重歩行のポンリウムを使われた装備となっております。そしてですね、この時点で何かお気づきの方見えるでしょうか。実は去年とは違った新たな装備が追加されました。ヒントは前の方ですね。ちょっと前の方に見ていきましょう。はい、前を開けるとこんな形でもうすべて色が変わっております。こちらが今年初めてオプションとして追加されたプラチナインテリアパッケージという装備になります。生地を貼ったりですね、
こちら塗装したり、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた装備になっております。シートもこちら張り替えですねしております。やっぱり内装と統一感があるので、運転してる人もですね、このおしゃれな感じで運転するしていただけることができます。はい、いかがだったでしょうか。リトリートアニバーサリー2をご紹介してきました。なんといっても木の内装と、外装も相まってよりおしゃれなハイエースに仕上がりました。この車両はですね、よくイベントに出展することがありますので、イベント情報の方をチェックしていただいて、気になる方はぜひ、足を運びください。そしてダイレクトカーズではレンタカーも行っております。気になる方いらっしゃいましたら、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。あとはブルームというですね、ダイレクトカーズオリジナルのハイエース、あとカムロードのパーツを、行っております。こちらもですね、ホームページ等ございますので、ぜひチェックしてみてください。ここまではダイレクトカーズ水野がお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。